次に13番水野よしこ君。おはようございます。福祉政策について障害者の方へのタクシー券の助成ということで1点質問をさせていただきます。現在八丈町では1級から6級までを含め約420名の方が障害者手帳の交付を受けております。障害が重複されている方もおりますが、その中でも重度と言われる1級と2級の方が約半数の200名と聞いています。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由な方にとって唯一の公共交通機関である町営バスの利用は日常利用は大変難しく、日常生活に不便をきたしております。病院や用事で外出する際には家族の負担はもちろんですけれども、タクシーの移動に頼らざるを得ません。車椅子の利用については社協の移動サービスなどがありますが、その利用目的には制限があります。東京都23区、三多摩地区、また多くの市町村においてはタクシー券の助成やガソリン代の補助などさまざまな支援が行われております。障害者の方の島内移動にかかる経済的負担を少しでも軽くするためにぜひ支援をすべきと考えておりますが、町の考えをお聞かせください。以上です。福祉健康課長。はい、それでは、13番、水野議員の、障害者の方々へのタクシー券の助成についての回答いたします。現在、八丈町には、障害手帳を、所持されている方は、約400名ほどおります。障害者の方への交通機関の優遇措置としまして、島内でもタクシー業者によりますけれども、障害者手帳を提示することで 10% の割引、また町営バスも障害者手帳を提示することで料金は半額になります。また水野議員の方からもありましたけれども、社会福祉協議会ではサービス区間は限定されますけれども、車椅子の方への移送サービスを実施しております。しかしながら車椅子以外の方でも障害のため外出をする際に付き添いが必要な方や車を利用しないと移動が困難な方もおります。障害者の方を対象としたタクシー助成等に関しましては、まずは障害者の方のニーズや実態把握を行い、対象者の範囲や利用目的、助成額、利用回数など各自治体の取り組み状況も参考にしつつ検討してまいります。以上で回答させていただきます。はい、13番、はい、ありがとうございました。要望として申し上げたいことをお伝えいたします。タクシー券の助成等については、将来高齢者による免許証返納者とかですね、買い物弱者に対してでも将来タクシー券の助成というようなことも町としては考えられるかと思いますけれども、まずは福祉の面から介護者がいなければ移動できない障害者に対して、ぜひタクシーの利用券の支給や福祉タクシーの導入を進めてほしいと考えております。またもう一点ですけれども、これも要望ですが、障害者の対策として点字ブロックの設置や公共施設へのバリアフリー化など積極的に町としても取り組んでほしいと思います。これは要望です。よろしくお願いいたします。